い。なんであんたもいるの。あ、これお土産です。出張から帰ってきてご飯食べようとお店に入ったら偶然先輩たちがいたので合流しました。それに嫌な予感もしたので。激突、会社の後輩 VS 取引先の先輩。先輩さん、ごちそうさまでした。いいのよ、可愛い女と飲めるならいくらでもおごるわよ。会社の金だし。なんで仲良くなってるの。じゃあ2軒目行く人。はい。逃げ切れたかな。どうしたの急に。いや、あの、二人で食事に行くって約束だったのに断りきれなくてごめん。いいよ、そんなことそっち優先してよ。でも話があるって言ってたから。大事な話や。ごめん、話すこと忘れちゃった。あ、そっか、思い出したらまた話して。うん、じゃあ戻ろうか。逃げてきたから怒られそうだな。行っちゃ、嫌だ。話したいこと思い出した。あのね、私から逃げるなんて随分度胸ついたのね。というわけで2軒目行きますよ。